スノーマン目黒連、休日は睡眠三昧最長で、20時間、くらい行ける。9人組グループ、スノーマンの目黒連が20日、都内で行われた TVS レグザ、新商品&新ブランドアンバサダー発表会に登壇した。今回、新グローバルブランドアンバサダーに就任した目黒が、新機能に関するトークを展開。自身の、休日の白丸大三昧を聞かれると、睡眠三昧と回答し、夜寝るときに次の日仕事だからアラームをかけるじゃないですか。アラームをかけず起きたいタイミングまで寝るのがすっごい好きで。休日は睡眠を優先させるかなとプライベートでの様子を明かした。最長では、本気出したら20時間くらい行ける。本気出したらですよとはにかみたくさん寝たい。次の日のお仕事、お芝居、歌って踊ってのパフォーマンスのクオリティが下がらないように睡眠は取りたいとプロ意識の高さも覗かせた。